イヤー代表引退を発表。マヌエル・ノイアーが国際サッカー界から引退。もうドイツ代表ではプレーしない。レジェンドよ、永遠に。2009年からですかね。長い間代表お疲れ様でした。時代が変わりつつあるな。史上最高の GK だと思う。お疲れ様です。世界最高の GK でした。14年のワールドカップの無双ぶりはやばかったです。ノイアーが代表引退で寂しいけど、次はテア、シュテーゲンが後を引き継いで頑張ってくれると信じてます。テア頑張れよ。これで2014ワット杯優勝メンバーは全員引退かな。あー悲しき。わーみんな代表引退だ、つらい。バロンドール取ってほしかったな。ノイアー、ひとまずお疲れ様でした。大好きな GK バイエルンでももっと活躍してほしい。ドイツ代表に限らないけど、レジェンド選手の引退は時代の変化を感じるな。クロース、ノイアー、ギュンドアン。